あー、あいつだ。鹿マスク。マリガンって警察署にいたやつか。あ、どこ行っちゃった。信者なの？ここで一体何が起こってるの？あれ、やっぱ街にさ、やっぱ浸透してんじゃない？横に住んでるあの人も実はみたいな。怖いなって追うと思ったら、このここをまず探索してからな。いろいろアイテムがね、きっとあるから。お、いけるね。おじいちゃんの家とか漁ってこう。いや、でもあれが本当にローガンなのかな。名前までは見えなかったんよね。いや、これあれじゃない、あのサーガの小さい頃とか。いや、でもじゃあなんでサーガは生き残ってるのって話なんだけど。ママへ約束通り落ち着いたから手紙を書いてる。何も問題ないし、すごく忙しい。大都会だから自分は仕事に精を出して昇進したの。本人に勧められて人気の新しいレストランでお祝いするつもり。ローラは学校で成績が良くて、今の成績なら好きな大学を選べるの。あの子は立派ね。そんななんか嫌だな、幸せな家庭のお話にされるの。バルハラの話してる。なあ、追うか。なんか保安官の格好したから、やっぱあれ警察署で会った人だよな、あの人。ようやくこのとてもイケてる武道の達人。めっちゃテレビ流れてる。つけっぱなしにしないで、もったいないよ電気代。こんななんか重苦しい BGM が流れてる裏でめちゃくちゃ人んちゃ漁ってるから。鹿以外の動物デザイン部門で確か去年優勝したチームだったよな。なんか鹿を撫でるといいことあんのかな。つまり鹿を撫でたアイテムが出やすくなる。お、いいね、鎮痛。よっしゃ、行くか。あれ、おじいちゃんたちいなくなってる。消えた。まあ、こんなもんかな、ここは。左行ったよね。ああ、どうも。そんとも、まずいわね。みんな操られてしまったの。あ、消えた。あの奥だ。え、どういうことなんだ。もう一生顔が出てくるんだけど。こいつらも何とかしなきゃ。事件に集中するの。あのローガンの見出しは偽物だ。無視しなきゃ。てかさ、クリッカーがあれば何とかできる。あの劇場で見たさ、ウェイクさん編の映画館か。あれローガンの死体だったんじゃね？なんかそんな気しない？これなんか俺は先に見ちゃってるけど、やっぱあいつ樹木の教団だったのか。どういう写真よ。あ、でもこれ、あれじゃね？樹木の教団だよね、これね。マスク取れないな。樹木の教団がなんか暴れてる。この中にいるな。ここは信者たちの写真に写ってたとこね。クリッカーここにあったはず。見つけなきゃ。どこにあるんだろう。一個ずつ調べてっか。カレバラナイツ。ただ物資を集めてる。あ、鎮痛剤。どんだけ痛みに耐えてんのよ、この町の人たち。あ、マークあるな。これまた金庫ありそうじゃね。あ、何これ。これ原稿かな。
植木さん原稿。保安官代理致命的な過ち、これか。おい、そこで止まれ。それはよろめきながら闇から出てきて、マリガン保安官代理の方へ向かった。ソントンは咳をしていた。冷たい肉の塊が喉に突っかえたのだ。かかってこい、クソ野郎。マリガンは銃を撃った。ソントンは肉を吐き出し、相棒と一緒に銃を撃ち始めた。怪物は倒れた。二人は撃ち続けた。支配のスリル。これが樹木の教団だった。一本の木ではない、森だ。鹿の仮面の中の秘密の知識、最後の砦。どうだ、クソ野郎。ブライトフォールズの警官の力を思い知ったか。二人はフラッシュライトを取り出しながら近づいた。恐怖。それは店のモニカだった。無実の女性だ。ソントンが食べた肉が吐き戻されようとしていた。え？間違えて殺しちゃったってことか。このマークが、あ、なるほどね。縦に。三角、ビデオ再生ボタンっぽいやつ。で、左斜め、まっすぐ。で、どこで使うんですか、これは。回復。いや、でもマジでありそうだな。謎解きポイント。もう鹿撫ですぎ、撫ですぎ。なんか、関わりがあんのかな、鹿のマスクといい、この鹿の剥製に。何か思い入れがある感じ。なんか、Life is Strange っていうゲームやった時もなんか、鹿が神聖な生き物みたいな描写があったような気がする。あれなのかな、アメリカだとそうなのかね、鹿。この謎解きができる場所はどこなんだ。ハンドガンのターン、まあここは開けられない。パソコンも見られ、あ、見られるね。ドアの暗証番号、おい、イルモ。ドア開けるための新しい番、もうなんかめっちゃ暗証番号を変えるね、みんなね。みんな貴重な意見ありがとう。土曜の夜にサウナパーティー開催決定ということって。イルモ。イルモ、フレットのことは無視しろ。ケチャップについても間違ってる。チリマヨネーズはそれ以外認めない。こういうなんか当たり障りのない会話。最終警告だ。OP を集会場から持ち出すのやめ。OP って何？作業場で酔っ払いたいのか。かまわんだが。OP は儀式で使うもの、使うだけのものだ。覚えとけ。お前らバカどもはうちの楽器より立ちが悪い。何 ?OOP。密造酒のこと ?OOP。開かない。あ、OK、OK、OK。これで、で、あと縦。縦、縦、あった。はい。覚えてんのよ、これ。大当たりね。ここは彼との隠れ家よ。もしかして本部。クイックセーブ。地下室ね。うわー、いかにもやな。お前が湖の岸で見つけた照明のスイッチはガラクタじゃない。ものすごく重要なものだ。あ、これクリッカーね。いいか、今後はターゲットを捕まえたらその心臓を取り出し、こいつの中に入れてスイッチを入れろ。わけがわからないと思うが俺を信じるんだ。こいつは儀式のようなものだ。きっとうまくいく。カルトは物資を残している。そうね、役に立ちそう。これでよし。言われた通り地図に印をつけた。これで新しい全ての隠し物資はロック済みで準備万端だ。ナイチンゲールの儀式は終わってない。全員必読。誰かに責任をなすりつけるつもりはないが、儀式に無関係な観光客が入り込むなんてもってのほかだ。クリッカーを使う前に邪魔が入った。照明ですらまだ用意できてなかった。あんなことが受け入れられるはずがない。以下が反省点だ。もっと早めに準備を整える必要がある。絶対に見張り役をつける。ほうれん草の徹底。ちゃんとした会社みたいなの。このような不手際があるなら FBI に嗅ぎ回られるんだ。厳しいことを言うのももっとうまくやれると分かっているからだぞ。めちゃくちゃいい上司やん。いい加減な組織ね。いい加減な組織だ。レイカーハウスの備品を破壊しているものや、今すぐやめろ。教団のためだと思っているならそれは間違いだ。
政府の連中の注意を引きたいのか。とにかくやめるんだ。 FBC には近づくな。連中がまた何かを嗅ぎ回っているところを見つけたら、グランドマスターだ。出てきたね。ブリクさん編に出た人。これがカルトの活動、儀式。支配された者の儀式。ターゲットを囲む、抑え込む、ハンマーまたは鈍器を使う、拘束する、心臓を取り出し言葉を唱える、胸にクリッカーを入れる、2回スイッチを入れ聞いているか確かめる、投降機を忘れるな、三脚の上、自分たちがやっていることを確認する必要がある、常に2人1組で行動すると。バディ作れと。まあ溜まったものを全部入れちゃうか。こんなに弾いらないな、多分4発でなんとかなんじゃね、拾えそうだし。で、ショットガンの弾はいらない。まあ、ハンドガンだけでいけるか。鎮痛剤もこんないらね。で、ライトも5個あるから、いらなくて。まあ、こんな感じかな。先進もう。地下室？不気味な地下室。ほんとだよ。あ、いるね。明かり消した方がいいか。もう待て、止まれ。ハンドガンの方がいいか。左と右に分かれてったけど、クリカーだ。取れんのこれ、クリカー。あいつら狂くね。あ、何？暴れた。彼らは私をもてあそんでいる。もう少しだったのに。マリガンとソーントンからクリカを手に入れる。一体どこに行ったのだろう。本当だよ。ああ、なんかあるね、文章。ここウォータリーにも境界域が。あんだ。パレードのフロートが鍵だった。マリガンとソーントンはそこへ行っていた。クリッカーを持って彼女を止めるためにこの怪物をここに残して。ここに境界域がある。コールドロンレイクみたいに。マリガンとソーントンはナイチンゲールと一緒よ。彼らは中だ。そして待っている。オーケー。パレード用のフロートが鍵。パレード用のフロート。上の階に一人いる。これは罠ね。上の階に一人いる。フロートっていうのが何なんだろうな。わかりやすいもんだったらいいんだけど。この外に行ったら何かヒントがあると思ったけど、なんか来たね。英語喋るし。だいぶひるんでるな。めちゃくちゃ英語で怒ってる。ウォータリーを支えてきた。オーケー。オーケー。パレード用のフロートはどこ？パレード用のフロート。あの、どうだ。ここ通れるようになったけど、この先かな。こっちは明るくね。あ、これ遊園地の中だ。井戸があって、でなんか取り忘れたかな。原稿に登場したフロート。なんもなさそうだけど、これは一旦あれかな、調査するか。保安官代理、支配される。以前のマリガンとソーントンは普通だったのに、どうしてこんなことに。ひどい過ちだった。影がマリガンとソーントンを覆った。あ、そうなんだ。彼らの顔に影がかかる。それで変わっちゃったんだ。体まで満たしていく。ブライトフォールズの警官の力。ひどいサンドイッチのせいだ。何ひどいサンドイッチって。マリガンとソーントンはナイチンゲールのように。まあ、闇に飲まれたんだろうね。マリガンとソーントンは教団のメンバーね。ミサは君のように
漏れ出る支配なされる一本の木ではない埋もりだ言葉このような秘密は消えない。リーダーは複数だ。うん、森って言ってたよね。木じゃなくて森だ。で、あのフロートってなんすか。パレード用フロートかしら。あ、これかフロート。原稿あるね。ウォータリーの暗き過去から作られた境界域、入るための儀式はフロートの作成とつながっていた。ほうほう。アートが鍵だ。それにはサーガを引き入れる力があった。コールドロンレイクで死と心臓を捧げ、境界域が開いた。ここで使わなきゃいけないんだ。じゃあ何かが足りない。気持ち悪いパレードのフロートね。クッコの意味はわからないけど、ナイフがなくなっているよね。ああ、じゃあナイフ持ってこなきゃいけないんだ。プーコナイフ。かわいいよな、言葉が。で、ここの人は？マスク。マスクって書いてあるの？つけてたりつけてなかったりするのはなぜ？足らないってことなんじゃないかな、マスクがね。とりあえずこの日光が足らない。あ、で、井戸か。忘れがたい笑い声なんて聞こえない。手がかりあり。あー、この井戸は見たことあるな。プーコナイフっていうのがなんかのプラスチック製のナイフってことだよね。で、あとマスクか。これがコスケラのパレード用のフロートね。あ、プーコマスクって書いてあるね。マスクだけは場所が書いてなかったけど、うん、ギフトショップ、うん、ギフトショップにプーコナイフ。何かわからない、マスクはわかんない。エスプレッソエクスプレスね。わかった、うん、オッケー。フェアトレードファンゾーン。まあ手がかり結構見つかったし、調査ボード進めるか。増えたのが物語。あとでクリッカーは彼の恐ろしい。これじゃないな。あ、これかな。クリッカー、あとでって書いてあるから、いや、これじゃないな。教団の足跡。うわ、めっちゃあるわ。はい、どんどん進む。勝手にやってくれるね。で、これか。パレード用のフロートに必要なものはか。これパレードのフロートは音を出す。カセットテープはフェアトレードファンゾーンにある。これじゃない。あ、これこうじゃない。キャラクターにはマスクがいる。で、マスクはどこで、マスクはあのどこにあるか消されてわかんないんだよな。よし、リストにはプーコのことが。これだ。プーコはフロートの道具。で、ギフトショップにあると。で、隠してるからわかんない。で、マスクはどこ行ったのって。カセットテープはフェアトレードファンゾーン。で、回路基板はエスプレッソエクスプレスにある。はいはい。忘れがたい声が響いてきた。あ、これじゃね？井戸の中にあんのかこれ。人物の何かが足りない。あ、マスクか。マスクがいるってこと。これだ。フロートの殺人者はマスクをつけていない。マスクが必要かしら。で、これと。フロートの殺人者はナイフを使った。現実を元にしたアート。でもあれだよね、マスク。フロートに足りないもの。マスクがない。プロファイリングとかで何かあんのかな。コスケラ兄弟。あと、これじゃないな。あ、いや、これだ。フロートの材料としてマスクがあるわ。それはどこかしら。かわいそうなヘラジカのモカ、俺を魅了しかしなかった。シカだけにね。ロイルもコーヒーを飲ませちゃダメなやつもいる。あ、それでなくなっちゃったの。生き続けるだろう。モカは頭を失った。
マリガンとソーントン。あ、マリガンとソーントンなんだ。マリガンとソーントンがマスクの場所を知ってる。ってことは、あの、その二人を、あれか、プロファイリングか。で、保安官代理へ。お前たちは知ってるんだろ。どこかしら。死人が蘇る。グランドマスターの冠。この二人は殺したのか、モカ。彼らなら場所を知ってる、絶対に。鹿の頭蓋骨のマスクはどこにある？マスクはどこ？射殺して漂白する、みんな彼にひざまずく。かすりかけた人。クソ女にどっちの方が上か教えてやった方がいい。あー、入り口の井戸だ。そこにあんだ。ヘラジカのマスクはコーヒーワールドのフオタリの井戸よ。オッケー、これで場所分かったな。何かが見えた。コールドロンレイクでもそうだった。このコーヒーワールドには井戸がある。そこにヘラジカの頭蓋骨があるはず。で、とりあえずプーッコナイフはこれだな。おもちゃのナイフはあるね。おもちゃだけどすげー本物っぽいよね。で、もう一個は入り口のとこだよな。なんかこっち側にあったような気がする。井戸。あれあれあれ。てかマスク歩くね、普通に。これよこれ。ここよ。そうだと思ってたけど、うまく案内させてやったわ。ありがとう。こんなでけえの入るポケット。マスクをフロートへ運ぼう。あ、オッケー。とりあえずな。ポケットには絶対入らないからね。あれ、こっちじゃないな。あ、こっちか。ここで、そこだ。マスクは、ここかな？これだよね、多分。鹿の頭蓋骨マスク。頭蓋骨はここよね。で、これがプーコナイフかな。あなたのナイフよ。でも、こいつやばいな。襲ってるね。あ、これでやって井戸に入れようとしてんのか。あの、あれだ、このなんか言い伝え通りのやつだ、多分これ。何度も刺した。フオタリはナイフを振り回し、腕を動かすみたいね。へえ、まあ、とりあえず中に戻ってたね。これ多分ね、もう一回湧いてると思うんだよな、敵。あとが境界域で、ここにヒントはなくて、あれだね、ヒント見たかったら、いちいちあの、調査テーブルみたいなやつを開かないと見れないっぽいね。あとはね、井戸っぽいとこと、もう一個の。それと、回路基板ってやつがどっかにあるんだよな、多分。フロートにいるものが分かったわ。回路基板、腕の動きを制御する。マスクに井戸があった。これだ。井戸にヘラジカのマスクが。マリガンとソーントンはマスクを井戸に隠そうとした。死体の隠し場所もそこだったと。あ、じゃあここは境界域かな、フロートじゃなくて。どうなんだろう。で、あのぐるぐる回るとこ、エスプレッソ、それとパレードのフロートは音を出す。あの井戸だよね。フェアトレードファン、あ、フェアトレードファンゾーンにもなんかあるって言ってたよな。フェアトレードファンゾーンは後ろか。この先？これじゃないよな、まさか。あ、これ？よかった。これが使えるのか。こんなもんわかるか、ヒューズあんの。ヒューズ。めちゃくちゃ探したわ。エスプレスを動かせる。こんな。
ていうか普通にあったのかコニーヒューズあるって目標のとこ全然気づかなかった。これでやっとね動かせるね回路基板取りに。どっちだっけ、右か、この先だったっけ。あ、この先だ。でもうヒューズの場所は分かってるからつける場所ここだ。ここにヒューズを勝ち込んで動く。で急に動かないよね。あ、急に動くわ。あ、いや、ここか。これで動くようになるのか。で、これでよし。いや、よし。あれを止めて回路基板まで道を。いい感じ。いい感じに。あ、ダメだ。どういうあれでどうすんだこれ。タイミングむずくね。あ、でも終わったらなんかこう落ちちゃうから全部のやつ。これ無理じゃね。速さ的に無理があると思うんですけど。かがむとかないよな。めっちゃ速いし、一番高いのがここのタイミングか。無理やんねあれこれどうする。普通にいけるんかい。んだよ、何回体当たりしたのよ俺。普通に連打でいけたわ。これで回路基板取れる。しゃないぞ。え、動き出したら帰れなくね。危な。誰もいなくてよかった。本当だよ。あれ、こんなとこ開いたっけ。あ、もう誰も乗れない。壊れちゃった。まああとはあの兄弟が直してくれるでしょ。あらら。あれ一人だけじゃない。あー、ちょ。あ、なんかいっぱいいる。痛いな。あ、一発だ。やばい。自分から当たりにくそうだった今。何、避けないで、もったいない。危な、危なっていうか当たってるか。はい。あー、外れる。マジで見えねえ。なんであいつ、お前なんなんや、弾なくなっちゃうよ。返して。いや刺さってない。俺の矢はどこに。虚空に消えたんだけど俺の矢。ここでちょっと回復していくか。そんなに回復してなくない。これが限界値か。このまままっすぐ行って、いや、あ、てかそこか。ここだ。あ、普通に逃げろよ、あとなんか。ちょっとこれ、アイテム整理してこようぜ。俺、そんなに、いや、なかったよな。あ、これ決めて、とりあえず。で、鎮痛も決めると。OK。弓は補充しよう。いや、ショットガンの方がいいかもな。クロスボウ便利だけど、この後の、どうだろう、ボス戦だった場合に、いや、でもクロスボウでいくか。いや、ただ全部持ってくか。これで、まあ、アイテム結構空いてるな、よく見たら。
じゃあ溜まってきたな、ショットガンの弾も。オッケー、もう一回セーブしよう。セーブ大事よ。なんかはめると境界域だからさ、もうボス戦だよな多分な。これがカセットテープで、笑い声を、あとは、あ、あとこれか、これは基板。腕が動くような何かを、あ、来た境界系。よし、それじゃあ行きまっか。メンチからクリッカーを取り戻そう。回復足りるかな、なんとかなるか。うわ、井戸なんだけど、まがまがしい。あ、クリッカー持ってる。で、ソーントンと、誰かがいる。誰だっけ、あ、マリガンな。マリガンとソーントンを倒す。ここはどこなの、わかんねえ。まあ、井戸の中っぽいけどね。いや、暗い。いやでも強かったからな、ナイチンゲル。こいつらも強そうじゃね。おーノー、めっちゃ水浸し。なんかロッジみたいなとこだよね。原稿、コスケラのパレードフロート用。フロートのパレード用か。殺人犯の腕が動くのを想像してみろ。ブスリ、ブスリ、ブスリ。そしてナッキーは笑ってる。ディアフェストのみんなはいつも控えめにやるだろう。でも俺たちは違う。このウォータリーの歴史の記念碑、このアートは今年の賞を総なめにするぞ。ウォータリーの暗き過去から作られた境界域。入るための儀式はフロートの作成とつながっていた。アートが鍵だ。それにはサーガを引き入れる力があった。あー、でつながると、ここにこれ取れそうじゃない。何もないわ。今逆にドアの方に引っ張られたぞ、サーガが。なんかサウナみたいな。いや、サウナだわ。整うねー。冷蔵庫には何もない。境界域にでもアイテムなんかないか。これどっち行ったらいいんだ。ここは木が倒れてて、あー、なんか桟橋みたいなのあるな。いつ来んだあいつら、保安官2人。それは店の森か。私はモニカじゃないです。自分の子供を死なせた。いや、いるね。二人いるんだよな。あ、井戸。あ、あ、いる。ローガン、ここよ。ママ、に行くわ。長くね。待って、どんだけ下んの。ローガンがローガンを捕らえようとしているけど、阻止できる。クリッカーがあれば。逆にクリッカーがないとやばいのか。あ、ウェイク、ウェイクさん。他の海域でも彼を見た。どうなってるの。あ、ってことはループしなきゃいけないのか。手分けね。あれ、死体だ。誰の。文章が増えてる。モカの葬式。イルモ・コスケラはコーヒーワールドの従業員とバイカーの前に立ち、詩編を読み上げた。モカは素晴らしいヘラジカだった。カレバラナイツの伝道の名誉ある席を与える。頭蓋骨はグランドマスターの冠となる。再び命を吹き込まれた死者だ。儀礼的な拍手が起こった。その後、イルモはヘラジカの死体をステーキにするために運ばせた。マリガンとソントンは頭をきれいにするよう命じられていた。二人は枝角をつかんだ。なんてこったソントン。大丈夫だマリガン。二人は頭蓋骨を煮沸し漂白するため、
作業場へ行った。不平を漏らしたがすべきことのためだった。くだらない動物だが、ヘラジカのステーキなら悪くない。おお。あ、ていうかあれか、マリガンとソントンか。あのウェイクさんのさ、最後に出てきた警察官2人の死体、いや多分そうだな。でヘラジカのマスク、マスターの証って言ってたやつ、グランドマスターの、それがあれだったんだ。あー、つながるね。でもなんであっち側の世界にあったんだろう。さくら、すげえ吐息。こっち行ってないよな。ああ、でもここに戻ってくるだけか。多分何度も移動ループすれば到達すると思うんだけどね。うん、あと違うか、この先の井戸ではない。他に行ける場所がないんだよな、多分ないね。まあ、ループしてみようか。これは悪夢。あ、もう行けないんだ。目覚めることのない悪夢、別の方法を探さなきゃ。なんかこっち行けるね。あ、いや行けるのか、これは行けないわ。あ、行けるようになってね。あれ、さっき通れなくなかった。境界機はやっぱホラー色が強いな。音楽が流れてて、なんか無線の途切れ途切れの音が聞こえる。あ、なんか広いとこ出た。怖っ。何あれ、あー、音の方向に向かっていけば進むのか。発煙筒、あれ、ここ通ったよな。いるな。あ、はい。これは？これ普通のあれか、カルトか。普通のカルトっておかしいけど。次音がするのは、あ、この先かな。この先だね。いや、こんなところにいる？ソントン。あ、おっさんの顔、誰？めっちゃ笑顔、めっちゃ笑顔のおじさん。うん、いや、弾ないな。また上映会。あれ？すげえループしてんだけど。このループの度にカルト出てきたらもう、あ、いけるのね、今度は。弾がなくなっちゃいそう。マジ不思議な空間。若いな、知恵。これあれかな、ローガンがやばいってことなのかな。
ヒーロー。閉じ込められたってどういう意味？氷河期に閉じ込められたのかな。めっちゃラジオ鳴ってるわ。あ、消せんのね。この家の中とかもなんか変わってんのかな。俺がびっくりしたわ今、そんな勢いでサウナ開けるから。まあサーガもこんなんばっか見たらの整いたくなるのもわかるわ。あ、こっちだ、すげえ。あれ、こっちか。真っ赤な池。水が全部赤色だ。あの靴箱はあとなんすよ。まず拾わせてもらっていいですか。ライトは満タンだから、あ、まあ、このままでいいかな。強いて言うならハンダガンの弾が欲しいぐらい。この先だ、落とすんの。そろそろいるんじゃねえか。神がバリガンの相当を追った死体は見つけ、ゾド大丈夫だ。あら、出てた。あ、これ、あー、なんかいるわ、危ねえ。あ、これを、待て、これあいつふざけんな、まずあいつ強すぎだろ。あ、ふざけた。あんな、あいつお前ふざけんな、まずあいつ強くね。あ、これを浄化してくみたいな感じか。はいはいはい。ああ、何回でも、あ、何回でも出てくるタイプな。待て、あっ、ぶま、あ、ええー、ちょっと待って、障害物なさすぎん。あ、そこ当たんねえのか。あの赤いところから出てくるんだね。あ、くぐぐ、はい。で、この明るいところを全部やっていけばいいのか。で、ちゃんとリロードして、で、多分あいつがまた噴火するから。あ、いた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 。え、当たってないの今の。リロードもできない。あ、ちょっと待って、あれ、やった。あ、いた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 。わあ、おいおいおい、ふざけんな、まず。なんで当たってねえんだ今ので。お前顔真っ赤やぞ。とりあえず回復しなきゃいけない、まず。で、あれを浄化して OK。 マジで、マジでやめて。あー、そこそこ無理なんだけど。あー、そんな避けられるわけないな。当たってねえのこれ。ちょちょちょ、あいつふざけんなよ、まず。あ、これ隠られてない絶対。あぶねえ。で、ここな。あ、これ体で出るわ、間違いない。ここな。あ、ええ。あ、おかおか、待ってな、一応物資とか取って、闇のもの、闇のもの、やっぱ復活、復活早すぎだろ。
めでとう。消えた。おいおいおい、なんか出てくるんだ。これはどうかな。これで撃てないですよ、しばらく。あ、痛い痛い痛い。これさ、リロードできなくない？こうして。危なっ。あっち行った。これでやっとリロードできるか。なんだそれ、リロード。たまねえ。オブオブオブ。あ、やった。あ、ちょっと裏画面。勝った瞬間裏画面。はい。ウェイク。騙された。騙された？スクラッチの物語を書き直そうとしたけど、あれだ、時は書けなかったみたいな。シャビは奴が。脱出ってどういうこと？もう出ているでしょ、スクラッチも。知らん。俺は前進してる。俺はあんたをヒーローとして描き上げてる。俺の家族、俺たちを救え。彼女の家族って私の家族ってこと？うまくいっているよ。おう、その調子だ。ホラー小説に私の家族を出したっていうの。そうなのよ。教会駅にいつも彼が。でもいないはず。このビジョンは彼が囚われていた時のもの。あ、クリッカーだ。悪夢を止められる。いや、ってことはさ、今外に出てるのがさ、多分スクラッチだよね。